牧田博隆は、江戸時代末期の寄合旗元、大名、備中国朝尾藩主。下英2年、旗元、牧田博主藩の着男として生まれる。安政4年5月22日、寄合旗元、牧田博主運の養子となり、安政5年8月に家督を相続する。文久3年9月23日、将軍、徳川家持に配越する。同年11月24日、 江戸市中敬語の孔による、六高直しによって一万国の諸公に列した。菊の真ずの上府大名となった。源氏元年1月17日、樹語した、相模神に助任する。源氏元年4月26日、京都見回り役に就任する。200人の兵を率い、京都の警備を担うことになり、金門の変で活躍する。慶応元年5月、幕府に対し、 長州制伐への従軍を願うものの、認められなかった。慶応2年4月12日、第2期兵隊を脱走した、立石孫一郎ら長州老師104名により、朝尾陣屋は、倉敷大官所と共に襲撃され、怪人に返した。そのため、同年4月14日、幕府から一時的に帰還する許可を得る。慶応3年6月6日、京都見回り役を退任する。 慶応4年2月13日、上洛し、強順の姿勢を示す。備中国内の旧幕僚の管理を命じられる。母親戦争では新政府に組みして、岡山藩と行動を共にしている。明治2年6月24日、藩赤奉還で中藩寺となる。明治4年7月の廃藩地検で面官となって、東京へ移った。明治14年、秋田県御用係となる。 同年、秋田県由利郡町に就任する。明治17年に支者に除される。明治30年、第三代麻生村長。明治41年5月には、初代総社町長となる。大正7年に死去。去年70。ありがとうございます。